ミルクサッカーアカデミーの上馬でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回はモンテディオ山形編でございます。よろしくお願いしますね、やってまいりました、はい、山形編でございますけども、はい、さあどういうメンバーになってるんでしょうか。そして今後の移籍動向みたいな、そんなことも先生にお話しいただきたいという、録音そういうですね、コーナーとなっております。それでは開いてみましょう。ドン、はい、出ました。うん、多いな人数が。そうですね本当だ、まあ、なんで多いのかも含めちょっとね話していこうかなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いしま す。ではまずは表の見方から参りましょう、うん、はい、左側ピンクの部分ですね、こちらゴールキーパーとなっております、はい、そのまま見ていくと青がセンターバック、水色がサイドバックやウィングバック、うん、オレンジが守備的ミッドフィルダーで、黄色が攻撃的ミッドフィルダーとなっております、はい、黄緑がサイドアタッカーや、まあ、ウィンガーになっておりまして、緑が多いなここセンターフォワードとなっております。本当ですね、豊富。はい、そうなんです。そして縦軸世代で分かれております。生まれ年と現在の年齢、そしてオリンピック世代が書かれております。縦横軸でね楽しんでいただければと思います。黄色で囲われているのが主力選手現在の、そしてピンクがそれに準じる選手たちということになっております。それではポジションごとに先生にお話しいただきましょう、はい、お願いします。よろしくお願いします。さあちょっといろいろもうここはもうポジションごとに見ていかないとあまりにも多くて大変なことになるので。そうですね、はい、はい、まずキーパーからいきましょう、うん、はい、お願いします。これねもう一個ずつの説明ちゃんと必要なんですよ。これ山形のサポーターの方々は分かるかもしれないけど、こうね、ミルアカこういろんなもん全チームいろいろ見ていただいてる方も多いので、はい、なんでこんないるのって話になっちゃうから、言おうかなと思うんですが、まずですね、はい、本来今年の開幕時点でこのチームにいたのがゴールキーパーね、佐藤、上から佐藤、くしびき、摂津、ミンソン順の4人だったんです。はいはいはい、だったんですが、はい、つい最近の話で、うん、センター、ゴールキーパーくしびき選手が来季開幕すら厳しいほどの怪我を負ってしまいました。はいはいはい、そうでしたね、はい、で同じタイミングでゴールキーパー若手のミンソンジュン選手も、怪我を負ってしまってちょっとはいはい、はい、ギリギリまで危なそうだなってことになり、はい、佐藤選手と摂津選手の2人だけになっちゃいました。で2000年世代の大友選手は今沼津にレンタルで行っております、で結局だから2人しかいないので、もうユースから、ね、はい、そう、まずユースから伊藤くんに来てもらわなきゃいけなかったってのが一番下にいると。はいはい、まあ、とはいえ、うん、1人ユース、じゃあメイン2人いる、うん、で摂津選手あんまりまだ公式戦そんな出たことない、はい、これ1人怪我したらベンチどうすんのっていうところがあり、はい、そうですね、川崎から藤島選手がやってきてくれました、はい、なるほど、そういうことなんですね。そうなんです、はいはいはい、ただこれ今度だから大変になってくるのが、うん、じゃあ大友選手レンタルから来年帰ってくる、はい、ユースから伊藤くん上がるかもしれない、うん、来年の春、まあ、3月4月には、まあ、くしびきミンソンジュももういる、うん、こんなに必要か？そうですよねってなっちゃうんです。いや今までいろいろやってきましたけど、キーパーの枠こんだけね混雑してるの初めてかもしれない。初めてですね、はい、なのでそう考えるとまず大友選手若手の、うん、はい、あれはまた来年もレンタルの可能性は高いんじゃないかっていうところと、今年の今守護神というこの終盤戦の守護神はもう佐藤昭弘選手が務めてくれるので、はい、で怪我返ってきたらまあミンソンジュン選手、くじ引き選手もこう戦っていくことになるけど、うんうんうん、ある意味藤島選手も壊れてやってきた形なので、はい、ちょっと J リーグ史上屈指のねイケメン選手でもある摂津選手、そうですね、本当そうですよね、うん、はい、ちょっとこれ正念場かもしれませんね、うん、もしかすると来年レンタルの可能性か、なるほど、何かがあるかもしれない。むしろこれだけいるから山形も新たにゴールキーパー取る必要性も全く持ってない、ね、いやまあ それはそうですよね、間違いなくね、うん、はい、なんで大友選手来年レンタルの可能性と摂津選手か藤島選手か、まあ、そのあたり誰かがもしかしたら可能性がそういうことが起こるのかなと思いますと。なるほど、分かりました、はいはい、続いてセンターバックでございます、はい、というか隣のサイドバックも含めてもちょっとここも多いですね。そうですよね、うん、豊富ですよね。そうなんです、はい、まあ、レンタルで田村選手がちょっと行ってるの、相模原行ってるのと、はい、あとちょっとおけがでこちらの栗山選手が長期離脱中っていうのは確かにあるんですが、はい、とはいえこちらもやや多めかなと、はい、でもこれはもともと理由があって、山形もともと3バックプラスウィングバックっていうチームなので、うんうん、控えメンバーとか考えると11人ぐらいはそもそも必要だったんですよね、うん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 、って考えたらこの人数でもよかったんですが、なるほど、途中から4バックに変えてしまったので、うんうんうん、ちょっとあぶれる形になっちゃったんですね、うん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 、でそこに、まあ、今年がね一応ルーキーイヤーにもなってる半田陸選手なんかも絡んできたもんだから、うんうんうん、もう
とてつもない競争が激化してるって形にはなるんですよ。なるほどですね、はい、ただこの人数なんだけど、サイドバックのところに高山選手と宮本選手はレンタルで来てる選手なので、うん、彼らは帰る可能性がとてつもなく高い、はい、そうするとサイドバックの枠には4人いる形になって、うん、センターバックのところには、まあ、レンタルの田村選手やその負傷してると栗山選手もいますけど、まあ、合計6人なので、まあ、まあまあまあそこまで多くない、はい、いろんなことを考えれば、まあ、ある程度そこそこ普通の人数にはなるのかなといったところ、うん、ただ気をつけなきゃいけないのがセンターバックの熊本選手、はい、ちょっとロックオンされてる可能性が高いなと。そうですか。 J1 おクラブ、ほう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 、マリノスとか好きそうなタイプだなと思っちゃうし、あ、もうそれぐらいでもタイプで分かっちゃうわけですね。そうですね、ちなみに どういうタイプなんですか、マリノスが好きそうなタイプっていうのは。まずその真ん中どっしりとまず構えてられるのに加えて、フィードがうまい。なるほど。なので畑中選手の、横浜 F マリノス日本代表の畑中選手の、そうそうそう、枠に入ってくるんじゃないか、控え枠とか。なるほど。取ってきてもおかしくないかなとは思ってますと。なるほどね。なんでもし熊本選手にオファーが来るようだったら誰かで補填はしなきゃいけないのかなってのが唯一のぐらいと、ね、なるほど、はい、はい、ですね。で続いていきたいと思います、はい、続いてボランチともいきたいんですが、はい、ちょこのオレンジ黄色黄緑ってところで3枠一気にドンといきたいと思います。あらま、はい、はいはい、まあ中盤は 4-4-2 でやるケースが山形多いので、はい、まあ、中盤4枠ってことになりますけど、うん、まあ山形もボランチといったらもう岡崎中村っていうこの2人がもうほぼ全部出るような状態なので、うんうんうん、岡崎さんがいわゆるファイター役をやって、中村俊選手が基本的には縦パス出したりだとかっていうことのキャラクターになっております、うん、はい、でその控えとして、まあ、本田拓也さんだったり小松選手がいたりってするんですが、なかなかやっぱり若手の広岡選手ってところまではちょっとなかなか出場時間詰めそうにないっていうのが現状のところになっていて、うん、来年はもしかすると広岡選手レンタルなのかなってのがちょっと見えているところではございます。なるほどね、はいはいはい、でこの中盤も、まあ、ボランチはある程度そこそこ普通の人数なんですが、うん、中盤も2枠しかないという感じにしてはちょっと人数は多いなと。はい、そんな中で最近というか10月ですね、山形この黄色の一番下のところ前川選手、はい、そして、ちょっと緑の方にもなっちゃうんですが、うん、緑のところで山内選手、はい、この2人があのセレッソからやってきたんですよ、レンタルで、うん、ただですねレンタルで彼らの場合やってきた、本当だったらレンタルだから帰らなきゃいけないんですが、うん、セレッソの主に山口選手は U23 の方のオーバーエイジ枠で出てたりだとかが多かったんです。はいはいはい、というかセレッソ来年 U23 がなくなります。うん、そうだね。そうなんで2チーム体制だったところが1チーム体制になるから、うん、結構人員整理セレッソやあとガンバさんも必要なんですよ。なるほどなるほど。すると前川、はい、山内のこの2人はもしかするとこのまま山形にいる可能性が高いんですよ、うん、来年も。なるほどね。だからこれはもう山形だけじゃなくいろんなチームでそういう可能性があるということだね。そうなんですよ、はいはいはい、だってもし前川選手も山内選手もいない状態だったら、うん、まあ、中村敦孝、加藤末吉、南北川、渡辺龍馬、まあ2ポジション後、まあ、ある意味3人ずついる形だったらまだ分かったんですが、うんうんうん、ちょっと増えちゃったので、もしかすると来年誰か取るはそこまでもう必要がなく、うん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 、もう現状で来年のところまである意味ではもうバッチリもメンバーがいるような状態なので。なるほどね。これはそれも見越してるわけですか、元々。多分山形は、はい、僕うまかったんじゃないかなと思ってるんですよ、まあ、皆さんそのなくなるという穴がなくなるということを見越していた可能性がある。そう、そしてもう一個僕はあると思ってます。ほうほうほう、はいはい、来年2021シーズン、うん、はい、バレンタインデーよりも早く開幕するんですよはいはいはい、そうなんですよね。そうなんです、うん、でこれ J リーグの定説として言われてるのが、はい、開幕前にいわゆる開幕に間に合わせるためには準備期間がどうやったって6週間は必要なんだって。6週間って言いますよね、はいはい、うん、じゃあバレンタインからでいいから6週間遡ると、うん、お正月なんですよね、はい、で J2 の日程終わるのって12月の20日とかなんですよオフがないですよ。でも強いて言えばじゃあそこら辺だけオフだと考えて、はいはいはい、じゃあそのまま移籍どこでやるのって話になるじゃないですか、はいはいはい、もう山形は今シーズン中に移籍を完了させるんじゃないかっていう。わあ、なるほどね。バタバタしてる時間があるぐらいなら、うん、集中していきたいですもんね。そう
で、強いて言えば来年の夏東京オリンピックのタイミングで一気にガッと開くから、はい、その時に人数のとか戦力の精査をすればいいってので、はいはい、なるほど、先にやっちゃったんじゃないかってその意識の高さなんじゃないかと思ってるんですよ。ほう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 、まあ、結果的にそうなってるわけですもんね。そうなんですよ、はい。でさらにこれすごいのがあの、はい、フォワードのところ一番右の方行くと、うん、あえてここは入れたんですが、あの山岸優也選手が、はいはいはい、10月にあのアビスパ福岡に行っちゃったんですよ、完全移籍で、うん、だけどだからそれでセンターフォワード大丈夫かっていう風になったらなったところで、あのその一つ上のビニシウス・アラウジョ選手が、山岸選手がきあの移籍した途端あの大活躍をし始めてるんですよ、はいはい、信じられないくらいに、うんうんうん、でもセンターフォワード一人足りなくなったじゃんって思うかもしれないけど、そんなところにセレッソから山内選手が来てくれたから、実力面は他の選手がみんなこうみんなでカバーし合って、はいはいはい、人数面のところは山内選手でカバーできたから、あれ十分今足りてる状態なんじゃないっていう、ね、でそれでいて、はいはいはい、若手メンバーも来年松本寛太選手センターフォワードと、あと高校生で阿部選手取ってるところがあるから、はい、人数的にもここもバッチリの状態になっていて、ほうほうほう、まあ、もう新たに誰かなんてもういらないぐらい、うん、来年に関してはというか、もう現状も乗り切ったという、ね、これでも完成形にある意味ほぼほぼ近づいていて、若手の選手たちだけを何かこうレンタルで来季出すんじゃないかと思うぐらいでございますと、うん、なるほど、うん、山形もそれだけメンバーが揃ってる、これはやっぱり特別なシーズンにうまく対応したチームの一つということでしょうかね。これはそうなんじゃないかな、メンバー構成に関してはね、うん、思いますね。なるほど、うん、じゃあなんか大いに不安だみたいなとこはないわけだね。ないですね、あと山形としては多すぎるからどうしようぐらいのことか。むしろ多くなったら山形としてはいいんですよ、はい、うんうんうん、やっぱりレンタルで出すってことを広げていって、最近やっぱレンタルそれでうまくやってる、はい、チームほど後からやっぱ 2,3 年後グランとも強くなってる傾向が高いし、すごいですね、はいはいはい、それで、あと山形で来年後年絶対ね戦力揃えてなきゃいけないんですよ、うん、おそうです、来年ライバルチームができるんです山形には。はい、あ、来たブラブリッツ、来た、ああそうか、リンケンダービーですから、リンケンダービーだ、そういうことね、ここはもう負けられないので、先輩の意地、間違いなく上がってきますもんね。そうですね、現状で考えたらね、先輩を見せなきゃいけませんからね。はいはいはい、なるほど、まあ、とはいってもそこ意外とこうあの選手に危機だとかもあって仲も良かったりするんじゃないかなと思いますけど、まあでも先輩をねこう見せてほしいなっていうところ、ね、なるほど、わかりました、はい、はい、ということで、秋田のね、秋田じゃモンティド山形のね、もろもろ伺ってまいりました、はい、というわけでミルクサッカーアカデミー毎朝やっておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また明日の朝お会いしましょう。詳しくは概要欄をご覧ください。お願いします。ノーミルク佐藤でした。先生、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。